や、さすがに占いに釣られて、怪しげな店に入ってったっていう話はさ、いや、みんなが心配するだろうなと思ってさ、言えなかったんだよね。ラミーね、ちょろいから、マジで。本当にちょろいからさ。いや、でも突然来るからな、本当に。みんなも気をつけて。さっきのさ、もう最初に言ってた寝不足の話じゃないけど、寝不足ってマジで本当にやむらしいよ。本当にやむらしい。そのよくさ動画とかで流れてくるんだけど、その睡眠不足って本当に自律神経というかさ、その心に良くないらしくて、寝不足ってだけでさ、この脳のマジ脳の中のなんか難しい物質の出が悪くなるらしいのよ。あの科学的な関係でね、気持ちの問題じゃなくて科学的に病みやすいらしいのよ、本当に。あのよくさ、そのセロトニンを浴びると健康になるみたいなこと言うやん。でその日の光を浴びると出てくる物質なんだけどさ、やっぱそういうのも家にずっといてセロトニンをこう分泌できない、あとなんかこうなんかなんだろう、寝不足でずっと寝れないみたいなのが続くと科学的にやむらしいからね。だからみんなもさ、セロトニンは浴びないよ、セロトニンが出るのか。ちょっとわかんないけど、本当にあのすごい雑だけど話がガチでな、何なんか自分はメンタルが強いから大丈夫とか思ってる人もワンチャン病むからね。じゃちゃんとそう寝てくれっていう話、ちゃんと寝て日光を浴びないと心の健康に良くないよっていう話、ジャブジャブ浴びよう。いやなんかさ、でもさ、ラミンさ、そのセロトニンを吸収、なんだセロトニンってなんだちょっとわかんないけど、なんだ、あの日光の光が出てくるライトっていうのをさ買ったのよ。ねえ、それをねやっぱ浴びることでやっぱそのメンタルに効くみたいな、そういうのをね買ったんだけど、今ねあのただの目覚まし時計とか時計になってるわ。なんかね眩しいんだよな。眩しくてちょっとあんまり使えてないわ。また怪しいグッズ買ってる。ってか怪しくないんだよ、怪しくないの。その紫外線というかその日の光を浴びるって言ってもさ、その紫外線を浴びたくないわけ。やっぱねお肌にシミとかねできちゃうかもしれないじゃん、長い蓄積して。でもその光はあの紫外線は出ないのよ。紫外線は出なくてその太陽から出る同じ光が出るみたいな。それ植物用では違う、ちゃんと人間用だよ、人間用のやつ。アマゾン何位ですか。え、なんだ何位だ、結構でも良かったよ。そう、同じ効果があるっていう光が出るのよ。で、なんかほら、あの夜勤の人とかさ、今もいると思うんだけどさ、コメント打ってくれてる人とか、今見てくれてる人で、自分は夜勤でなかなかこの日の光を浴びれないみたいな、そういう人とかもそれを浴びると健康にいいよみたいな。なんかあれだな、ラミーが言うと怪しい商品になってしまうけど。プラシーボ？そんなことないだろう。ちゃんと科学的に証明されてるはずなんだけど。くっそ怪しい。ちょっと待って待って、ちょっとみんなあるんだってそういうやつが、本当に。案件じゃない案件じゃない。お仕事行ってきます、行ってらっしゃい。ちょっとおかしいなおかしいな。みんなちょっとラミーの表現が怪しかっただけで、そういうちゃんとした商品があるんですよ。論文出てる。ちょ論文が出てるかどうかわかんない。あ、そういうなんか気にしちゃう、そういうの。
でも論文だって言うてよ。論文が出てるから完全に正しいかどうかって、そんなこともないですからね。証明されてるんでしょ？エビデンスだから、めんどくさいなもう。日光光なんだろうな、ライト出てくると思うんだよな。エビデンス、あんたカタカナ言えばいいと思って。どれだろうな。あるのよそういうライトが。サンセットライトっていうのかもしれない。これはサンセットライト、もう名前からしてさ、日光浴びるみたいな感じやん。いや違うかも。ただのこれ署名か。あ違うわ、これはなんかあれだわ、夕日みたいなのを表現してエモい写真が撮れますよみたいなやつや。違うわ。サンセットって夕暮れ、せやな。サンセットじゃないな、サンライトか。サンライト。あ違うわ、ちょっとサンライトでもないな。ホテルサンライトが出てくるな。あれどれだっけな。ジャグラスブレイド。あでもこれだ、これにしたいんだよね。ジャグラスデスクロールにしたいんだけどさ、素材がなくて今ちょっとこれをちまちま集めてたりとかしてますけれど、まあ、とりあえずね勝てたんでよかった。丸く収まったということで。なぜ？おすすめって書いてあった。アイスボーンの序盤はこれがおすすめだって言ってた。インターネットが言ってた。よかった、調べられて偉い。それしょ、インターネットの言うことはねほぼ合ってると思ってるから、信じてるから。エビデンスはそういう記事なことになります。私たちの担当は古代史の森です。言ってた、異変を確認しましょう。インターネットのアイスボーンまとめが言ってた。アイスボーン入って初期の体験はこれがいいって言ってた。エビデンス、それがエビデンスです。まずいですね。ソースは俺、まあ誰が書いてるのか知らないけど、ラミそういうの結構見るからな。全然なんだっけ、前にさモンハンのちょっと厄介系でさ、ネットの装備をなんかそのまま使うみたいなこと書いてあったけど、全然やるからな。おい、だって詳しい人がさいろいろ考えてさいろいろ見た結果これがいいって言ってんだったらさ、ラミーが考えるよかよっぽどエビデンスあるよな。もう中盤だよね。あ、これ中盤？イビル城行くの？よし。イビル城の調査に行けって言われたわ。もう中盤か。え、もう中盤なの？イビル城のフリークエストか。なほね。オッケーオッケー。これも裏でやろう。裏でやります。お願いします。最近のお気に入りエビデンス。そう、ちょっとカタカナでかっこいいよね、エビデンスって。ほんならね、今日はこのぐらいにしてやりますか。まあね、イビル城じゃないベリオロス倒したし、このぐらいで負けといてやるよ。エビよりカニ派。エビデンスカニデンス。あ
ミーはラミーもエビかカニかっつったらまあカニかな。でもエビの方が手軽に楽しめるからエビも好きだよ。ほな、ということでまた次の配信でお会いしましょう。